はい、どうもブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今回はですね、前回の続きのお話になるんですけど、前回は日本プロレスの話、そして全日本、新日本プロレスが設立されていくまでの過程についてお話をしてきました。1971年に日本プロレスに対してクーデターを画策したっていうことで、猪木さんが日本プロレスから永久追放されます。そこで当時より猪木さん中心のプロレスを中継していたネット、今でいうテレビ朝日ですね、と、まあ猪木さんが密かに話し合いを重ねて、そして新日本プロレスリングを旗揚げするわけです。ここには猪木さんと共にね、日本プロレスを抜けた山本虎鉄さんとか、あと木戸さんとかで、あと藤波さんなどが加入します。そしてまあ選手兼ブッカーとして、あのカール・コッチも加わることになります。しかし当時はまだ日本プロレスの圧力が強くて、なかなかね、あの外国人レスラーのルートが作れませんでした。で、万全の体制とバックアップがあった馬場さん率いる全日本とは違って、まあ前途多難な状態だったわけです。そこでね、カール・ゴッチの力でなんとか外国人レスラーも徐々にですけど確保していきます。で、そして1972年の3月6日に旗揚げ戦が行われました。そこでなんと猪木さんとあのカール・ゴッチの時間無制限一本勝負が行われたわけです。これめっちゃ見たかったな、本当に。勝敗はカール・ゴッチが勝利となっております。そしてまあ次の年にはすでに崩壊していた日本プロレスとの合併計画の話が持ち上がるんですけれども、日本プロレスの選手会が反対して話がね全然進まない状態になります。で、そんな中、日本プロレスエースとなっていた坂口誠二さんをはじめ数人の選手が、まあ、離脱をして、猪木さんの新日本プロレスへ移籍していくわけです。そして晴れて新日本プロレスはテレビ朝日で中継されることとなるわけです。まだまだね、前途多難ではありましたが、坂口さんらの加入、あとテレビ中継などにより徐々に新日本プロレスにね、光が差し始めます。そしてついにあの人が来日、そして新日本へ参戦となるんです。あの人とは、そう、タイガージェットシンです。彼はね、猪木さんと過去にいくつもの名勝負を繰り広げましたよね。私もね、当時悪役レスラーといえば真っ先にね、彼を思い出すほど彼の、まあ、ヒールとしてのインパクトっていうのは強かったわけですよ。やはりね、好敵手っていうものがいなければ戦いは盛り上がらないので、そういった意味で彼の作った功績っていうのはかなり大きかったと思います。彼はね、NWF 世界ヘビー級王者に幾度も挑戦して、で、一時は王者だった猪木さんを破って新チャンピオンになったこともありました。そして当時悪役レスラーだった上田馬之助さんと、まあ、極悪コンビを組んで、まあ、暴れ回りました。まあ、2人はね、講師にわたって、まあ、その後も生涯の友となっていくわけです。そして新日本は 3WF、現在の WWE とも業務提携を結びます。それにより新日本は外国のプロレス団体とも、まあ、つながりを広げていくわけです。でもね、NWA に加入申請しましたが、ここで全日本プロレスの圧力がかかって認められませんでした。その後 NWA 世界ヘビー級王座は新日本プロレスに参加しないっていう条件付きで承認されます。その後猪木さんは独自のストロングスタイルを貫き、さまざまな格闘家と戦うことになります。これは当時はね、まあ、革新的なことでした。プロレスラーがプロレスっていう枠を抜け出して他の格闘技選手と戦うわけですからね、異種格闘技戦の、まあ、走りだったわけですよ。
で、まず猪木さんはミュンヘンオリンピック柔道金メダリストの、ウィレム・ルスカと戦って、まあ、勝利で、その後あのモハメド・アリとも対戦、引き分けに終わってます。この戦いに関してはね、さまざまな物議を呼びました。立ち技である、ね、ボクシングに対して猪木さんは横たわってグランドでの勝負を挑もうとしたわけですよ。で、当然アリはそれには乗ってこない。結局ね、猪木さんはアリに対して蹴りのみの攻撃となり、一方アリはね、ボクシングを全くさせてもらえず、まあ戦意喪失状態で結局引き分けとなりました。そもそもね、この試合に関してはもともとはアリのビッグマウスが発端でした。当時 WBA と WBC の統一世界ヘビー級チャンピオンだったアリが、日本レスリング協会の会長に100万ドルの賞金を用意するが、東洋人で俺に挑戦する者はいないのかと話をまあ持ちかけたのが発端で、それに対して猪木さんの反応で、アリの100万ドルにさらに900万ドルを足して1000万ドル、当時の30億円の賞金を出すと。試合形式は素手での殴り合い、日時場所は任せると挑戦状をアリに送ったわけです。当時はね、レスラーが殴り合いに、しかもボクシングチャンピオンに勝つなんて、まあ無理だろうと誰もが思ってました。でもこの挑戦状にアリが即座に反応で、記者会見を開いて、猪木なんてレスラーは知らなかったが相手になると、レスリングで勝負してやると発言で、これにマスコミが一気に反応して火がつくわけですよ。で、これは当時の新聞でもね、かなり大きく取り上げられました。でもその後、アリのマネージャーが発言を撤回して一度は白紙になります。でも猪木さんがアリが逃げられないように徐々に、まあ、外堀を埋めていくわけですよ。なんとアメリカとかヨーロッパのマスコミに対してアリ戦をアピールして記事とか写真を送りつけたわけです。これだけ大きな騒ぎになると、もう誰にも止められない。まず、まあ、対戦は決まります。決まりますが、次はね、ギャラで揉めます。1000万ドルと提示するアリと600万ドルの猪木、結局双方とも610万ドルで合意します。この調印式でアリが猪木の顎をペリカンとバカにしたが、それに対して猪木さんが冷静に、私の顎はペリカンのように長いが鉄のように鍛え上げられていると返答。さらに日本語ではアリとは、虫けらを指す言葉と答えた。まあ虫のアリのことを言ったわけですよ。それに対してアリはその場で叩きのめしてやると、まあ怒ったわけですね。で、実際に行われることになったこの猪木アリ戦ですが、ルールは猪木さんにとってはかなり不利なものでした。タックル、チョップ、投げ技、関節技など全てが禁止。はっきり言ってプロレスが全くできないルールだったわけです。まあ、猪木さんの攻撃としてはほぼ、まあ、殴るか蹴るかしかできない、かなりボクシングに偏ったルールだったわけです。まあ、このようなルールになったのには、まあ、理由があります。アリは会見の場では猪木さんを散々罵倒しており、試合もリアルファイトではなくて単なるエキシビジョンマッチぐらいに軽く考えてたんですよ。でも公開スパーリングの場で猪木さんの本気っぷりを見て驚いて、急遽試合をキャンセルを申し出たんだそうです。そのためどんなルールでもいいので試合をしてほしいと交渉した結果、あのようなアリ完全有利なルールになったわけです。でもどのようなルールでも飲めといった猪木さんのこのアリと何としても試合を実現させるっていう意気込みがどれほどかを感じますよね。この一戦で猪木さんの名前は世界に広まったが、でもそれは本人の思うものではなかった。足を広げた売春婦がリングの中央に横たわっていたなど、まあ酷評されるものだった。でもとにもかくにもこれによって新日本プロレスの名は一気に有名になりました。ただ人気とは裏腹に猪木アリ戦で多額の負債を新日本は抱えることになります。
で、その後もギャラに関して有川と何度か揉めたりしているが、最終的には和解となっています。そしてその後2人の関係性はどうなったかっていうと、戦った者同士ね、まあ、通じるものがあったんでしょうか。良好な関係が続いて、まあ、有が自身の結婚式に猪木さんを招待で、猪木さんが北朝鮮で平和の祭典を行った際には、有が今度は北朝鮮入りして猪木リックフレア戦の立ち会い人を務めました。そして猪木さんの引退式には、有はパーキンソン病で侵された体を、まあ、無理して来日で、リングに上がって猪木さんに花束を贈呈しました。まあ、有が亡くなるまでこの友情は続いていったわけです。今回はね、新日本プロレスの設立からタイガージェットシーンで、異種格闘技戦でモハメド・アリとの対決までの話をしました。次回はね、まあ、もうちょっとね、話を進んでいきたいと思いますので、また楽しみにしていただけるとありがたいです。それではまた。